一番最初に建てた会社、俺あの株式会社パリスタって会社と建てたっちゃうね。その時に副社長しよった。はい、そうです。でその時から俺はまあ株のこととか分かってなかったけ、うん、資本金俺500万全部自分で用意したっちゃうけど、うん、こいつに株半分ぐらい渡しとったもんね。そう、副社長やし株ぐらい半分渡しとかなと思って株半分ぐらい渡しとった、うん。そして俺は株って何っていらんよって言ったもん。いやでも俺もいらんけん、別に俺も半分渡ってないんで。あ、じゃあもらっとこうかな。じゃあありがとう、ね。株って何やろうって言うんだ。マジゴミよね。それは騙されるわ。騙されるっていうか、そうなるよね。いや、もういい大人のね、うん、ね、いいように利用されとったな。言うな。いや、言うな。いや、まあ、で、H っていう人と喧嘩してたから。いや、今日そう、ダメらしいよ。何がさっき山本さんが言おった。あ、その話はすんなって。そうそう。あの、裁判的には、あの、和解したけど、人としては和解してないやろって。それを言っちゃいかん、それを言っちゃいかん、何やねんそれ。すみません、すみません、今のオフレコで、うん、え、これ生配信ですか、オフレコに。絶対切り抜くなよ、絶対聞くなよ、絶対切り抜くなよ、絶対切り抜くなよ、うん、ありがたいね、聞かなかったことにするって言ってくれて。あ、そう、優しいよ、うん、優しい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 って、優しい、ありがとうって、ありがとうございます。本当にね、ちょっとあんまりちょっとダメらしいけん。何が？山本さんが言ったけん。いや、それ以上もそらんすんな。6月1日にレペゼン地球が解散した本当の理由についてという動画をこのチャンネルにてアップさせていただいたんですけども、あの動画の件で H 氏と何件も裁判をしていたんですけども、タイトルにもある通り本日解決したのでご報告させてください。まず結論から言わせていただくと、裁判で僕側が H 氏に一定の解決金を支払い、レペゼン地球名義の権利は全て僕側に帰属するという内容で解決いたしました。まあこれだけ聞くと、僕が動画であんだけ言ってたのに H 氏に追加でお金を支払うのかとかだったり感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし僕はもともと最初から H 氏にはある程度のお金を支払うつもりではいたので、この分の支払いは納得しております。確かにお互い色々と思うところはありましたし、感情的になった部分もありますが、弁護士とか関係者とかいろんな人を交えて話した結果、双方の誤解が解けた形になります。よって一切のトラブルを解決する方法として裁判所で正式に和解するということになったということです。まあ最初は動画にもあったように、これまでの会社のこととか株のこととか H 氏のやり方とかに納得できないところがあって、双方感情が先走ってしまい、僕がクビになって裁判までするという大きな揉め事まで発展しましたが、本日双方の合意により解決したことをご報告させていただきます。悔しくて泣いて、そんなエビデイを過ごしてく。 Oh, oh, oh.